お疲れ様です。山です。デイズゴーンやっていきます。前回はブーザーの腕をね、もともと義手ついてなかった、なんだっけ、森みたいなのがついてたんだよね。刺すこともできて、なんかこう、引っ掛けることもできて、みたいな。ね、なんか 改造ハンドがついてましたね。で、まあ、それだとね、やっぱりこう、不便だろうっていうことで、それだけでもいいんですけどね。ちゃんとした腕をつけてあげたいなっていう思いがあるんでね。こちらとしては。で、まあ、ブーザー用の義手をね、一気に作ってほしいってことで、お願いしましたね。で、まあ、材料集めてきて、今作ってる段階ってとこで。で、今はまあ、特にストーリーないので、ないね。じゃあ、ジョブをね、いくつかやっていきましょう。まあ、ここの巣をね、壊滅させてもいいし、これかな？リッキーの依頼をやりましょうかね。で、なんかブーザー作っといてくれたみたいなこと言ってなかったっけ？あ、これか。なるほど。ありがとう。で、あと、なんかあったよね。お前たち仲良かったもんな。まるで本当の兄弟みたいだった。誰？え、誰？ 兄弟、ブーザーと、ここじゃないよね、コレクション。これか。ん？ああ、サラとブーザーか。To the big brother. I knew a hard love Sarah. ああ。ビッグブラザーだって、いいね。兄弟だね。いいね。ちょっと待って、俺全然見てないわ、こういうの。ブーザー、世界一の夢。ああ、ジョアニー、これか。すげえ。すごいね。あ、妻だって結婚してたんだね。アルカイ誰だっけ？あ、ホットスプリングスキャンプの、あれだよね、カウボーイだよね。はい。ネロの情報。あー、これあれか、ボイスレコーダーだね。ラジオフリーレコ。これもう一回聞けんの？そもそものことの始まり、わ、聞けるわ。話は第二次大戦期に遡わ、る。すげえ。面白い1947ね。年。止めたいんだけど。あ、止まった。これは？首吊り？なんかあったっけ？リッパー説教。これも聞けんのか。観光。観光。個人広告のコレクション。イケメン募集。あ、パンフレットだね。席は、あれだよね。こういうやつね。植物研究。一般、あ、キャンプのギター弾き。うわー、すげえ。あ、6曲で全部なんだ。なるほどね。もっとあるかと思ったけど。はいはいはい。あと一曲。最後ね、心して聞きましょうね。じゃあ行こう。うわー、コレクション要素いいね。楽しそう、今回は。今回は このゲームはね。じゃあ、リッキーに、お仕事をね、もらいに行きましょう。だよー。ディーコン、バイカー連中がいきなりゲートを撃ってきた。そのまま逃げたけど。ああ、くそ、どっちの方行った？西だけど遠くへは行ってない。エデンヒルの北でキャンプを張ってる。多分また襲ってくる。だから様子見てきてくれない？ああ、わかった、俺が行ってくる。頼むよ。はい。 もうなんか俺のボスだね、こっちの方が。アイアンマイクより。じゃあやっていこう。エデンヒルのやああ、ここね。まあまあまあ、そんな遠くないんでね。行きましょうか。なかなかね、こっち抜けていくのめんどくさいんだよね、このキャンプって。
どうしようかな。こっから出て、すぐ右に回ってバーって行きましょうか。そっちの方がね、結果的に早いんですよ。おそらく。あ、ディコン。はい。あ、ガソリンねえや。こっちの道に見つけたことないよな。どうしようか。ガソスタ寄っていきましょうか。まあまあまあ。ディコンいる？はいはい。ブーザーの義手ができたよ。あ、早っ。今アディがブーザーを探しに行ってる。そりゃすごいな。わかった。今からそっちに向かう。まあ今出たとこなのに。やべ。どけってんだよ。ここら辺だね。はい。ここら辺大群がいたんだよね。なんか夜。1。まあそんな多くないか。ほら。リキ、エデンヒルの近くにいる。で、ドリフターどもはまだいる。なんとかなる？まあ、とにかくやってみるさ。じゃあな。まあそんな難しくはないかな。ばらけてるしね、だいぶ。ほら、やってやろうじゃねえか。あと5人。のうち二人はマーカー。あと三人がわかんないな。近くにいる。お前ら、キャンプで暴れたそうだな。お前らにはさっさと出てってもらうぞ。そうだぞ。え？あ。あと4人。2人はマーキングできてるけど。まあ別にバレてもいいかな。そんなに。強い連中じゃないから。おい、もっと頑張れよ。あと何人残ってんだ？あと2人だよ。終わった。いや、くそ、あと一人だ。これで全部。オッケー。はい。ディーコンがやたら疲れていくもんね。あー、これいっちゃうか。フリーカーゾーン。ちょっと処分しましょうかね。いや、もう気になるんですよ、これは。ね、なんか、一個だけだし。さっさと処分しちゃいましょうか。ディーコン。はい。キャンプを攻撃してきた連中は見つけたか。おう。よ、マイク。ああ、奴らのことはもう心配しなくていい。そうだぞ。俺がやったからな。増えてないか。野党やドリフター絡みの事件が。お前のことじゃないのか。それは気にしなくていいが、確かに最近増えてるな。前にあんたが言ってたように。カリフォルニアから観光客が流れてきてんじゃねえか。俺だったら南よりこっちの方に来たいと思うしな。ああ、そうだな。じゃあ後でな、ディーコン。ディーコン。はいはい。時間ができたらキャンプに寄ってよ。行く行く。話がある。はい。よー、レッキー。あー、わかった。後で行く。じゃあな。オッケー。行くよー。でね、仕事をやってから行きまーす。オッケー、着いた。じゃあ、ラストね、ここを閉めて、行きましょう。どう？あ、そうだった。ここらの巣はまだ全部燃やしてなかったな。燃やした巣はもう出ないんだ、周りに。最後までやんないと、消えないのかなと思ったけど。そういうわけじゃないみたいですね。へぇ。それは便利。いいぞ。OK。
じゃあ、先にここも拾っていこうか。灰はね。はい。ここなんかあるね。うわ、検問所がある。そう。この奥。医療ユニットか。今度はどんなもんが見つかるかな。この奥か。どこだ、クソ。これか。近くにあるな。だいぶわかりやすいな。はい。ちょっとここで医療ユニットとかいろいろ見たいので、ちょっと待ちま、あ、バレた。はい。ちょ待ってね。ほらよ。はい。弾込めとくか。はい。ふう。オッケー。いいな。弾はいくらでも欲しい。できたぞ。はい。オッケー。うら、やっちまったぞ。さあ、ラス1。どこだ？綺麗にしてやるよ。何これ？いた。オッケー。もらった。オッケー。じゃあ、ここは片付けたので、よし、医療ユニット？ああ、畜生。ヒューズが飛んでる。またか。ちょっと待って、ああ、日が落ちてきた。ちょっと待てよ。ヒューズ？どこだ？こっち。どこを調べる？ここ？開かない。開かない。これ前もあったな、こういうこと。これ。さてと、なんだこいつは。いいぞ。オッケー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 。え？開かないぞ。どうすんだ？これは。これだ。ん？で、ここ見んの？さて、調べるか。ヒューズなんて。一体どこにあるんだよ。中。ミッションエリア出る。あ、ここか。オッケーオッケーオッケー。あったんじゃない？いいぞ。ヒューズだ。よし。これは？あ、弾薬。いけ。じゃ、ヒューズがあったし、ここはスピーカーがないよね。あるわ。ちょっと待て待て。つけといて。オッケー。一個？二個あるな。で？ぐらいか。ちょっと待って。こっちから入れるんだけど。どういうこっちゃ。ダメか。あーってことか。あの前に大量にいたフリーカーがね、いた場所あったじゃないですか。で、あそこにもあのこうやって鍵のかかった場所があったんですけど、おそらくあれ別ルートがあったみたいですね。ってことかな。じゃあ、ちょ待って。もう一個ぐらいあるんじゃない？スピーカー。ない。まあ、ここが拠点になれば、
帰れるんでね、あれで。特にないな。そっか、ガソリンねえか、ここら見てないよな。ちょっとしんどいな、それは。あったあったあった、よしよし。上に死体がある。なんで？まあ、いいか。じゃあ、ヒューズ入れて。よし、これでいい。これでよしと。で、このポリタンク使って。ガソリンだ。オッケー。こっちからね。ガーソリンを入れに行きましょう。あれか。やっとだ。よし。はい、満タン。さあ、どうだ。よし。敵がいるんだけど。ん？いた。さまよってるの？危ないよ。あ、もう一匹いる。やべ、お前はダメだ。まずいな。なんでこんな集まってきたんだ、急に。音は鳴ってないはずだよね。マジか。俺に休憩させてくんないか。あ、裏から入れるか、普通に。よし、いいぞ。OK。うるせえな、お前ら。一旦朝にしようか。ああ、戦闘中はダメなのか。しょうがない、やってしまおう。うわ、めっちゃいる。くそ、弾が少ない。あと2発。もう1匹。弾切れか。オッケー。さあ、やっと静かになった。なんだよ、もう。来ないでくれよ、お前ら。上登れるんじゃない？登れるね。え？ああ。じゃあ。閉めて。よっしゃ、久々に。注入器があった。よし。あると思ってなかったから、だいぶラッキーだね。じゃあスタミナで、OK。うん、お、サンティアムトンネル。はい。これって、ドーピングじゃないよな。いや、ドーピングだと思うよ。じゃあ、聞きましょうか。俺もネロのボイスレコーダーだ。何があったんだ。あれ？聞いてくれない？そう。買いすぎたかな、ボタン押すの。じゃあ、コレクションから見ましょうかね。こういうとこあるからな。はい、わかりました。ウィキ見たんですよ。ウィキ見ました。これですね。
さっきメトリウス側の爆破した。一体何のことを言ってるの。話は後だ。何かから移動するんだ。すぐに。ああ分かった。それは置いてけ。あれこんなもん。ああいろいろ喋ってんだ。オッケーオッケー。え、これこれか。なんか爆破したみたいな書いてあったね。もう一回ちゃんと見よう。え？このボイスレコーダーってあそこ、サンティアムハイウェイと、ハイウェイ97号線沿いの橋が爆破され、サンティアムハイウェイ。サンティアムって、今がサンティアムトンネルなんですよね。この先の、にあったであろう橋とかそういうことの話なのかな？それかここか。まあ、ここら辺の、橋が爆破された時の話ですね。ただ私がこう、撮った時にちゃんと流れてほしかったんですけど、それができなくったんで、D コのね、コメントも聞けないですよね。まあ残念ですけど、じゃあ、一旦、朝にしましょう。少しだけ休むか。近くになんかいるけど。鼻歌がマジで怖いな。鼻歌当たってるやついるよね。怖っ。ちょ、待て。巣に帰ってるんだ。うわ、やべえとこ来ちゃったな、本当に。早く帰ってくんねえかな。しかし、綺麗に行くねえ、みんな。綺麗に列作っちゃって。俺のバイク倒してってるよ。ああ。いるか。はい。平和だったんで、腕がなまんないように道具を作っといた。後で取りに来いよ。気に入るぜ。はい。ブーザー、ありがとうよ。後でそっちに行く。ちょっと、ちゃんと早く取って。よし、ガソリンだ。よし、行った。この残量だったらまだそんな気にしなくてもよかったね。じゃあ帰ろうか。なんか今回何もしてねえな。まあ、いいや。じゃあ帰って、ブーさんのお話聞いてみようか。やばいアイディア。はい。来たくないけど。はい、ただいま。ねえ、リーコン。よく来たね。何か覚えてる？あれ？みんなめっちゃ歓迎してくれるじゃん。昔のこととか信頼度？おう、リーコンセントジョン。うわ。じゃあ。強くて俺たちを殺すことしか意味を持ってるのか。うん。おいいじゃないか。なんかみんな耳を持ってきたな。態度が違うランナー。いいぞ、大量だな。リーコンまたな。あらお気に入りが来たわ。あれブレア、調子どうだ。なんかみんな何でも言ってちょうだい。あれ友達になってくれる？いいね。仲良くしてくれるね。じゃあ弾を補充しといて。フラッシュバン、やっとこうか。オッケー。いいよ。オッケー。もっと顔を出して。寂しいじゃない。なんだこれ。
別のお店みたいに見えるんだけど、どうしよう。よ。はい、お肉はない。はい。いや、やっぱ信頼レベル、あると違うね。みんなが優しい。嬉しいね。じゃあ補充もしたので、会話をね、しましょう。できた？そこの折り目を。え？マジで？まさか？これで固定するね。いい感じだ。オッケー。おい、見ろよ。リッキーが作ってくれたんだ。いかしてんだろ？実はこれ。最高だな、ブーザー。おい、なんか俺、スーパーヒーローになったみてえだな。いいなそれ。おい、危ねえ。ちょっと待て。ブーザー、もしかしたらやばいアイディアだったかもね。ダメだろ。義手じゃなかったの？ナイフつけてどうすんだよ。え？ちょっと。いやまあね、ここの、まあなんだ？しょうがないけど、そこまで求めるのはしょうがないけど、でも求めるのはダメだけど、そうなっちゃう？ブーザーの腕。見して見して。あ、いない。あー、どっか行っちゃった。面白いね。どうしようこれ。ストーリー？次は？あ、まだ続いてんのかな？ヘリ見たいだろ。最後に一度だけオブライアンのために情報収集する。あー、これは続いてんのかな？まあ、ちょっとやってもいいけど、どうしようかな。楽しそうなんで次回にしましょうかね。で、時間もなんかかかりそうな気がするんで、最後なって言ってるんでね。じゃあ次回ね。この、ナイフがくっついて、逆になんかこうね、強くなっちゃったブーザーと一緒になんかやりましょうかね。はい、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。